金子誠は千葉県阿弥子市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。現在は北海道日本ハムファイターズの一、軍野手総合コーチを務める。妻は元テレビ朝日のスポーツ記者、ニュースキャスターの白木さやか。アテネオリンピック野球の銅メダリスト。上層学院高校で甲子園には春夏合わせて3回出場。高校時代は、 遊撃死をしていた。3年夏は、準決勝で、土井義弘を擁する春日部競泳高校に敗退。同大会では、全試合で安打を記録した。同年秋のドラフト会議で日本ハムに3位、指名されて入団した。1994年、一軍出場はなかった。1995年、プロ入り初出場を果たし、4試合に出場、に安打を放った。 1996年、プロ3年目にして、レギュラーにいる一種となり、打率。261、パシフィックリーグ最多の38ギダを記録し、その年のパリーグ新人王に選ばれた。同年のセントラルリーグの新人王は、同じ上層学院の OB でもある、西都志久だった。1997年、1試合2発を含む、自身初の2桁本塁打、打率。 277を記録。この年は、オリックス、大島光一に一票差で、ゴールデングラブ賞受賞のガスも、翌1998年、1999年と2年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞した。1998年、前年とそれほど変わらない成績だったが、打点26と得点圏では課題を残した。ただし、 三振数は前年から大きく減らした。1999年、成績そのものは前年同様変わらなかったが、プロイル初の全試合出場を果たした。2000年、これまでの成績を下回り打率、231と低迷した。2001年、前年より打率を上げ、2年ぶりの全試合出場を果たした。2002年、それまで声優劇種だった。 田中幸雄が三塁手にコンバートされたのに伴い、遊撃手にコンバートされた。また、兄貴分として仕立っていた片岡氏が阪神タイガースへ移籍したため、片岡が着用していた背番号8を受け継いだ。この年は、打撃校長で打率、285の成績を残した。2003年、不審に陥り打率、244で100安打にも満たなかった。 2004年、シーズン途中の8月に開催されたアテネオリンピックには、チームメイトの小笠原道博と共に、日本代表に選出された。しかしシーズンではこの年も100安打に到達することなく、シーズンを終えた。2005年、監督のトレイ・ヒルマンに出塁率の低さを指摘され、新外国人のエリック・アルモンテに、遊撃手のレギュラーの座を奪われて、 開幕に軍スタートとなるも、アルモンテの不審によって5月に1軍昇格し、レギュラーに復帰した。シーズンオフに、札幌グランドホテル開催された選手ディナーショーに出演し、ファン層拡大に努めた。2006年、日本ハム選手会の会長に就任。主に9番打者として活躍し、リーグ優勝、日本一を達成。中日との日本シリーズ第2戦では1対2と、 リードされた7回をもって、山本正から逆転打を放ち、その裏では 1C12 類のピンチで、代打、立浪和義の三遊間の難しい辺たりを候補し、2類封殺を取る活躍を見せ、お立ち台に上がった。第5戦では0対1と、リードされた5回裏、川上健進から巧妙なスクイーズバントを決め、同点に追いつく活躍を見せた。 この年のパリーグプレイオフからはリストバンドを浅木色のものに変更。2007年首相に就任。シーズン序盤は打線全体の低調ぶりと相反して金子の打撃は好調だったためクリーンナップを打つこともあったが主に9番を打った。打率243ながら得点圏打率は285でチーム3位の53打点を記録した。 中日との日本シリーズでは、第一戦、7回までセギノールのホームラン1アンダーで、抑えていた川上から、センター前ヒットを放つ。2008年、開幕から、打撃不振で怪我もあり、絶不調に陥る。9月以後持ち直すも、打率、本塁打数は、前年をも下回った。同年オフに、同じ遊劇手の二岡智博が、トレードで日本ハムに移籍したことについて、 対抗心こそ見せないが、自分らしくと、マイペースな意気込みを語った。2009年、選手会長の座を、後輩の田中健介に、首相の座も、稲葉敦敷にそれぞれ譲ることになった。4月には7日の対千葉ロッテマリーンズ戦から15日の対オリックスバファローズ戦にかけて、日本プロ野球新記録となる7試合連続二塁打を、放ったことと、月間打率。 423が評価されて、パリーグ月間 MVP に野手部門で選ばれた。最終的に、1997年以来の2桁本塁打と、キャリア初の打率3割を記録した。自身3度目となる、ゴールデングラブ賞を受賞。過去の2度は2類種部門で、遊撃種部門としての受賞は初。これらの好成績が評価され、十二月十日には、球団との交渉の結果、 自身初めての1億円超えとなる1億3500万円の年俸で来期の契約を公開した。なお、金子の初めての1億円超えは17年目のことであり、球団史上最も遅い記録だった。2010年、開幕を1軍で迎えたが痛めていた両足のアキレス、腱痛や股関節痛で2軍降格。その後1軍復帰するも右内側被覆筋の、 筋座賞で二軍落ちした。その後の出場は一度もないままシーズンを終えた。2011年、故障への配慮から飯山博今波高広らと併用され、一度も二軍落ちせず、シーズンを乗り切ったが、打撃成績、守備成績ともに加工した。2012年、怪我の影響で戦線離脱はあったが、三年ぶりに100試合以上の出場を記録した。しかし、 打率は2割台前半に低迷し、1995年以来の本類が例本に終わった。2013年、故障の影響と中島拓也の台頭や、飯山博の積極起用、当時、オリックス・バファローズの声優劇手であった大引き刑事をトレードで獲得したこともあり、一軍定着後では最低の32試合出場に止まった。 打撃面では56打席で18三振を、キッシュ本塁が0本打率2割に低迷し、守備でも2002年以来となる二塁手を主に務めたが、二塁での守備率は927と低い数字で、攻守に制裁を欠くシーズンとなった。2014年も若手の台頭等により前年の出場試合をさらに下回り17試合の出場に止まり、打率も、 143に止まった。9月27日に現役引退を表明した。10月1日の大楽天戦で引退試合が行われ、9番遊撃でスタメン出場。試合後には引退セレモニーが行われた。2014年11月25日、北海道日本ハムファイターズのチーム統括本部、特命コーチを務めることが発表された。ファイターズと 業務提携を結んでいるサンディエゴパドレスへ、コーチ研修を目的とした野球留学をしながら、日本に帰国した際には、指導にも当たる。位置づけとしては、フロントスタッフであり、コーチとしては、非常勤ながら、トレイ・ヒルマン、ナシダ・マサタカ両元監督がつけていた背番号、88を背負うこととなった。また、ガオラや財札民放局のファイターズ中継に、 解説者として出演。2015年10月23日、北海道日本ハムファイターズの一軍打撃コーチに、務めることが発表された。2017年9月11日、エネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017の日本代表ヘッドコーチを務めることが発表された。2018年、一軍内野守備コーチに配置転換。二千十八年一月十三日、 エネオスザムラ侍ジャパンシリーズ2018日本 VS オーストラリアの日本代表ヘッドコーチを務めることが発表された。2018年8月20日、2018日米野球の日本代表ヘッドコーチを務めることが発表された。2019年、一軍打撃チーフ県作戦コーチに配置転換。2019年1月31日、 エネオス侍ジャパンシリーズ2019の日本代表ヘッド剣打撃コーチを務めることが発表された。2019年10月1日、第2回プレミア12の日本代表ヘッド剣打撃コーチを務めることが発表された。2020年、一軍や主総合コーチに配置転換。愛称は、マック、マコ、ネコ、相談役など。 2006年のドラフト会議で同性の金子洋平が入団してきたため、金子誠と表記されるようになる。2009年限りで金子洋平は引退したが、以降も新聞などではフルネームで表記された。1996年から1年までにる一種、2年から2012年まで遊撃手としてファイターズナイア人を支えた。特に田中健との二遊間は、 山田久志から、12球団一と言われた、中日の荒木正宏、井端広和と遜色ない、金子なんて、井端以上だよ。肩は強いし、早球がぶれない。守備位置も、金子の方が後ろだから、守備範囲も広くなるし、それだけ深い三遊間で、ゴロで取ってもノーバウンドで投げて、アウトにできると絶賛された。フルカウントによると、二塁手時代。 遊撃手時代を合わせた金子が減らした失点は RRF を用いた計算だと243.5に達する。という。ありがとうございます。